はいどうも、フレガです。今回はですね、ゴトパズやっていきたいと思います。はい。まあ、最近ちょっとガチャばっかだったので、今回はちょっとまったりクエストでもやりながら、はい、ここまでのね、ゴトパズ、なんとなく振り返ったり、話していきたいと思います。はい。ということでまあ、そうですね、スタミナ AP5 あるので、5クエストだけ、はい、いきたいと思います。そうですね、まあどうせならまだ取ってないやつちょっと軽くハードからいきますかね。でまあ編成としては今日は僕はこんな感じでいきたいと思います。あいつニノとヨツバーが8万超えてて、あともう7万台ですね。まあどんどん伸ばしていけばいいと思います。はい。まあいきます。はい。ゴトパズスタート。でまあ最近ね、新たな機能出たじゃないですか。最近っていうか、カラーボックスみたいな。あれがね、結構厄介ですね、この編成でいくと。これは基本的に僕チェーンをつなげたくてこの編成にしてるんですけど、まあ、このミクのやつはちょっとめちゃくちゃ硬いこのクッキーみたいなやつを壊すために入れるんですけど、最悪ミクはもう使わなくてもいいかなと思ってたね。他の4人がやっぱだいぶ重要なわけですよ、この編成だと。やっぱイチカとイツキで緑にして、で邪魔な紫と赤はニノと四つ葉でまとめて消せる。よし、繋がったいう感じにしたいので。ただあのカラーボックスのやつだとこのライハちゃんがさ一番端とかにあって、でその一個隣にカラーボックスバーって縦に並んでるやつとかあってあったんですけど、そういうクエストが。でその時に相当手こずって、やっぱカラーボックスぶっ壊さないとライハちゃん落とせないっていう状況になってしまった。そうなるとこの編成ちょっと弱いんですよね。だからそういう時はなんか横に消したりとか、その範囲を消せるようなスキルが多分一番有効なんだと。すごい、たくさん消えたね。絶対そう、100% そう。だからそれをねちょっと怠るとロみたいな、僕みたいにありがとう、めちゃくちゃ苦しんだ。暖かくて美味しい。で僕基本的にリタイアしないで、なんだろう、クリアするまで花嫁コインを使うタイプなんですけど、いくらあれは使ったんだろう。一回ね、なんだコンティニューすることに5枚使うじゃないですか。多分俺10回以上やったと思うんです。だから平気で50枚は使ったと思うんです。下手すりゃ100枚近く使ったんじゃないかってぐらいコンティニューばっかしてて、もうそれだったら正直リタイアして消すスキルを使った方がいいんじゃないかっていうぐらい使いました。あら一番やらかしましたね。うん、今度ベリーハードいきます。なんだね、それは本当にまあ皆さんのね花嫁コインと相談しながら
やるべきだと思いますけど、僕はもうなんかリタイアしてもう一回やるよりそのまま終わらせちゃいたいっていうタイプ、ちょっとめんどくさがりなところがある。一からやるのめんどくさいじゃないですか。しかも難易度高いとなおさら、なのでもう一発で終わらせたいんですよ。だからこのやつも正直クリアできそうでも S ランク、スコアの S ランクいかない限りはちょっと泳がせて、まあコンティニューしてでも一発で S ランクいきたい。そういう状態に僕は持っていきたいと思います、ね、いい感じ。なんでお邪魔玉を消すの、ね、結構多分花よこいは浪費してると思います。無駄に浪費してると思います。お邪魔玉を消すのね。それでもやっぱ溜まるのがこのゲームのいいところ。それでもやっぱ僕はあれだけガチャ引けてますからね、すごいっすよ。どうかしてますよ、このゲームめちゃくちゃ楽しいし、なかなかね最近ほんとガチャの動画しか撮ってなかった。さすがにね、なんか動画的には僕もつまんねえなと思ってたんですけど、やっぱこの夏の間中には一回ぐらいライブやってみたいなとは思うんですけど、やってる人と話してみたいですよね。お兄さん、いける口ですな。もうやっぱ一人でやっちゃって、課題が高くて美味しい。なかなかね、温かくて美味しい。やっぱいろんなゲーム、もう夏を迎えて妹ちゃんをいろんなイベントが始まって、それをこなすのも割とやっとだったし、やっとだし、なおかつ僕サッカーのね、川崎フロンターレっていうサッカーのチームの動画がかなり、試合数が立て込んでまして、そちらにちょっと結構時間を使ってしまったので、なかなか今度ゲームに動画に、ね、時間を割くでもなかなかなくて、本当におろそかになりつつあったんですけど、お邪魔玉を消すのね。ここに来て妹ちゃんを下まで連れてくのね。やばくないこれ。落ち着いて、あと11個、あ、なくない、そんなに酔ってきてねえのかこれ。やべ、お邪魔玉を消すのね。話しながらやつマジでわけわからないんですよ。何これすごい、これ絶対コンティニューじゃん、 100% コンティニュー。お邪魔玉を消すのね。こんなところかしら、完全にちょっと集中何もしてないでやってました。もうコンティニューしちゃいますけどすいません、負けてたまるかってのコンティニューゲーになってるんですけど、コンティニュー楽しみましょう。その調子、その調子、しなくても割と、うん、クリアできるっちゃできるんですけどね。どうです、よくやったわ四つ葉。今もう完全に何も考えないで消してたから、ベリーハードでもちょっとこれ割とイージーな方じゃないか。待って、全然石来ないんだけど、ちょっとスキルつかまくりますよ。こんなところかしら、ハマってるなスキル、やばい。こんなところかしら。ちょっとこれね、やばいです。めちゃくちゃ時間かかるかも。
頼む、いっぱい折ってきて。石なんで1個なの。これいやもう超無駄に時間かかってんじゃん。お邪魔玉を消すのね。あと4個だよ。うわ、調子まずいね、まずいね。またお邪魔玉また嘘でしょ。いやいや、これはさ、これはちょっと違うじゃん。石折ってこないはやばいでしょ。お邪魔玉を消すのね。ね、こんなことある？落ち着いて。石消さないといけないクエストでさ、石がこんな折ってこないって。うん、素直だね。小石4個割っちまってこい。ごめん。来たけど。やべ、もう15個っすね。もう15個使いました。だからコンティニューで5個でコンティニューできるって相当相当優しいっすよね、ユーザーに対して。俺はほんと前から思ってたんですけど、普通でやっぱ10個とかじゃないですか。10個とか5個で変えられるコンティニューできるの本当にありがたいなと思って、僕は間髪入れずにコンティニューしちゃいますけど、どの辺見たいですか。僕まだちょっと京都はねやってないんですよ。まだやってないんで、ちょっとまあこっち行くか。こっちを、いや、A が多いな。ベリーハードですね、やっぱり。見たい。いや、必ずしも僕はクリアできるとは思ってません。で、S ランク取れるとは思ってないんですけども、できるだけ、取れるように頑張ります。ガチャーね。取って、イベントも一応なんだろう、報酬は全部もらえるところまではやってるんですよ毎回。まあその順位とかは順位はね、やっぱね相当ガチャ当たり良くて、なおかつちゃんとやってるでしょ。しか、やっぱ、あの、取れないと思うんで、ちょっとそれなりにはやってるんですけど、なかなかね、取れる気がしないんで、注意を、報酬がね。おお、いっぱい候補したね。タペストリーとかさ、結構、ね、あるじゃないですか。リアル報酬とか、それは相当競争率高いんで、なかなかね無理っすね。あれだって何位、100位とか50位とかですよね多分。その応募券みたいなのもらえる。すごいすごい、たくさんつながったね。それ以外の人はたぶんポイント累計ポイントとかでもらえたのかな。よーく考えないとね。まあそれをね、枚数じゃとてもじゃないけど当たらないんだと思うんですけど、ね、そろそろちょっと調整入る。目覚めのキス、あと5手だってね。大丈夫そう。これ4ついける。温かくておいしい。ありがとう。お兄さん行けるかどうですな。お兄さん行けるかどうですな。温かくて美味しい。これマックス、マックスで緑に変換しました。はい、こっからっす。こっからよーく考えないとね。こっからだな。こう行って、どうしよう、こう、こう行って、こう、よーく考えないとね。はい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 、はい、どん、これはいけるでしょ。はい、よし、こんな感じです。僕がやりたいのは
こういう感じ、一気にスコア伸びるので、これをやりたいんですよね。さっきのクエストはマジで手こずったっていうか、石が折ってこないからね。あれだけ折ってこないと厳しくないですか。この調子でどんどん行こう。炭酸水です。いやもう夏なんでね、炭酸飲んでないとやってらんないっすよね。はい、あと2、あと2行こう、やります。どうしようかな。ベリーハード先にクリアしてた。いや、これは先、後で自分でやります。まあ、ベリーハードやっぱやりたいので、これかな？これむずそう。なるほど。ライハーちゃんと、ゴトパズスタート。チャボの生。ベリー、黄色を消すんだね。最高じゃない。クッキーは、消えませんよ。これはそんなに硬くないので考えなくていいと思って、まずガンガンちょっとクッキーを減らして、まずウゴちゃんたちをまずいっぱい落とすと。いっぱいつなげたね。おじさん卵食べたいです。いっぱいつなげたね。で、すごい、いっぱいつなげたね。で、まあ、これね、シャボン玉だからまだいいんですよね。もう一個 の桜玉か、桜玉はちょっと厄介なので、桜玉だと割と早めに僕は消しに行っちゃいますね。飛んで、あれやってくるじゃないですか。なんでもしね、なんだろう、クリア条件にコンボが入ってたら、でもめちゃめちゃ早めに消しに行きます。服はもうなんか処理しておきたい。でまあシャボン玉もね、そんなには泳がせないですから、早めに消しには行きます。繋がった。桜玉よりかは全然泳がしちゃっても大丈夫。たくさん消えたね。だと僕は思ってます。僕はそう思ってます。でもこういう場合ってライハちゃん一人残しておけば、いつでもいつまでもねやっていけるので、もしこういうライハちゃんの下にスキルがある場合はめちゃくちゃラッキーですね。自分のさじ加減で終わらせられるんで。目覚めのなので、もうここで一回ね、緑で一面にしちゃいます。僕は限界までこの緑を、ね、変えて、はい、これで限界で、これで一回ちょっと樹を集める。でこうなるともうやりたい放題じゃないですか。こうなるとやりたい放題なんですよ。これがやりたい。これこうなるとやりたい放題をやれると。あ、やりたい放題やれるんで、やりたい放題やっちゃいましょう。はい、これでやりたい放題。いけ。これです。これでもうあとは終わらせばいいだけですから。スキルをガンガン発動すれば終わりなので、ライハちゃんとしては終わりなので、はいはい、こんな感じ。僕はもうこれでやっております。これでやっております。はい、これが一番ね、やっぱ S ランク取りやすい。ただね、一番むずいのは個数が少ない場合、パズル玉の個数が少ない場合が一番むずくて、チェインできないじゃないですか。そうなるとこれが使えないんですよね。ゴトパズスタート。苦労するんですよ。はい、これで青色を消すんだね。ゆっくりできるね。いけいけ、綺麗な桜。何よりもこのイチゴちゃんたちが応援してくれてるのが嬉しい。嬉しい。いいじゃん、その調子。おお、いっぱいコンボしたね。日焼け止めぬらなきゃ。
ブロックを消せば言ってたの、一旦消せばって感じですかね。青いさ、楽しみましょう。すごいすごい。おお、いっぱいコンボした、ね。でまあ最悪これは課題クリア。コンボ。天国クイズだ。七なんで、そうそうね、行かないとは思うんですけど。おみくじ引いてみる？それ。たまーに、え、そんなに繋がってんの？やる。正直そこだけを気をつけてれば大丈夫だと思います。ちょっと怖いんで、この辺ちょっと怖いんですけど。なんで早めにちょっと消しておいて。課題クリア。でなるべくなら僕はこうなると赤と黄色を消したい。赤と黄色消して緑のスキル玉を多くゲットしておきたいと。すごいすごい、たくさんつながったね。で、まあ、こういう風に赤くなりそうなので、すごいすごい、で、こえー、やべ、いっぱいコンボしたね。で、まあ、いけるかもしれないですけど、やばい、これちょっとやばいな。あと5手だよ、大丈夫そう。これ気をつけてください。コンボを狙うんだね。超危なかった。ここまで積み重ねてきたんです。まだまだね、このライン超えてないんで、なってても大丈夫なんですけど、ここで一回ラインを超えておきます。で、ね、これクリア条件チェインじゃないんで、一旦これでマックスまでやった。でこれ繋げないじゃないですか、もったいない部分が出てきちゃうので、どうしよう、どうしよう、初日の出、ここだけ消して、はい、これでこれでだいぶコンボを狙うんだね、いけるんじゃないでしょうか。よく考えないとね。だいぶいけるんじゃないでしょうかね。僕はそう思います。すごいすごい、よし、ね、これでいった。であとこっから7コンボ、やばいなこれ。コンボを狙うんだね。あ、でもこれ最高じゃない。これかな。これでいくでしょ。これでいくでしょ。言葉でクリア。はいはい、こんな感じです。クリアボーナスだって。どうですかね。チェインが多分一番手っ取り早いかなと思うんですけど。あとは何だ。あとどんどん行こう。なのかな、になるのかもしれないんですけど。スコア S 取りたい人はそんな感じ。やべ、1個回復したんで、もう1個やろうかな。ちょっと苦しんでるやつあるかな。 C、 これ多分ね、これちょっと前なのでなかなかね。あとはあれか、いつきごちゃんとのそれぞれの親密度かな。親密度を多分僕スランク取りやすくなるみたいな動画出してやと思うんですけど、そこに詳しく多分説明してると思うんですけど、もし詳しく知りたい方はそちらの動画をぜひ、はい、見ていただければ。でまあその親密を上げると、なんだろう、何個消した時にスコアがアップしますよとか、ボーナスが結構乗ってるっていうか、ボーナスのレベルを上げることができるんですよ。美味しそうです。なので、戦国クイズだよ。それをね、おもちゃ付きセットでね。いい感じ。これはライハちゃんの左が、いいわね。いいね。どっちもスキルの下に入り込んで、スキルが下に入り込んで。眠り姫って、まあ、正直ここは気にせず受け取ってくれる、消していきたいところです。いい感じです。最高じゃない。いい感じです。赤と黄色がなかなかないと。
赤ここで止めて消そうかな。ナイハちゃんを下まで連れていくんですね。出ませんよ。さすがです。ここまで繋げるとは、はい、予報通り晴れたよね。すごく深くて一回ミク使って、小石があるからちょっとね難しいですね、僕のやり方。紫を変えてそう。ミノを消します。ライハちゃんを下まで連れていくんですね。手紙塗らなきゃ。さすがです。はい、ここまで繋げるとは。残りの課題はあと1つ。ライハちゃん、ありがとう。赤だ。ミノをスキル使って、こうなると、ライハちゃんを下まで連れていくんですね。4個でいけるよね。お兄さん、ちょっとチャレンジして。暖かくて美味しいです。いっけ、いけるいけるいける、全然いける、全然いける。位置かばっかじゃん、ここで。でね、こっからザーッと先ほど言った通り、だーっとだーっとだーっと、これでいくでしょ。はい、いきました。はい、いきました。あとはスキルをじゃんじゃんつける。あれ、全部じゃないの。はい、ということで、はい、おまけの1個もやりました。はい、まあ、なので、まあ、どんどんね、章を追うごとに難しくなっていきますけど、今やったのは6章か。6章ぐらいだと、割と簡単に、まあ、僕は今、いける状態かなと思います。はい。まあまあ、まあ、最後にちょっと、さっき言った親密度を話していくと、親密度どこだっけ、これで、あ、これですね。信頼度か。信頼度。信頼度です。すいません。信頼度を上げていくとこんな感じで。うん、ね、こういうのが結構大事になってくるので、小さな積み重ねがでかくなってくるので。はい。まあ、こんな感じですね。で、まあ、信頼度を上げるためには、このカード図鑑からの、このカードを、のこのカード図鑑報酬から、このハートですね。ミクの信頼度ってやつがあるじゃないですか。これをね、一定数貯めると、こんな感じで、信頼度アップするんで、はい。まあ、ぜひね、困った時は、なかなか S ランク取れないよって時はね、こういうことをやってみると、いいのかもしれないですし。まあ、あとは詳しいことをいろいろ多分話したと思うんですけど、S ランクが取りやすくなる動画の方をね、見ていただければ、はい。もっと詳しく話してると思いますね。はい。ぜひそちらを見ていただければなと思います。はい。そしてまあ、ちょっとガチャ、最後、おまけ程度に取りたいと思いますんで、一回これ動画閉めますけども、その後におまけでガチャ、ひまわりのガチャですね。はい。最後引いていきたいと思いますんで、はい。それでは、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。バイバイ。はい。それでは、ひまわり畑ガチャ。ガチャチケットだけ引いていきたいと思います。確定分も引いたので、もうね。で、確定分は確か1かと2の。が出ました。はい。まあ、それ以外がもう全爆死。まあ、結局、最初の動画で出したミクと1かと2のですね。はい。なので、残り50連ですけども、引いていきたいと思います。はい。まあ、おまけなんで、そんなに時間かきたくないかな、正直ある。カットインなければ割と飛ばしていきたいと思います。
なんでね、四つ葉か四つ葉と五木が出てくれたら嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。次のイベント何なんだろう。楽しみだけど、浴衣とかなんかな。やっぱりね、夏といえば花火、花火といえば浴衣。でも浴衣ね、通常のなんだろう、カードで浴衣あるじゃないですか。みんなのことは任せたな。これは持ってるかな。これはそう、まさにこれ、まさにこの浴衣。なので、まあ、新しい浴衣とかなのかなと思うんですけど、花火ね、8月に入ったらやっぱ花火系の浴衣っていうのは割とこういうソシャゲではさ、マストじゃないですか。みんな大体入ってるじゃないですか。なのでその辺かなと思うんですけど、あと夏といえば何なんだろう。夏祭り、まあ、それ浴衣でしょ。あと何だろうね。海やったじゃん、ビキニやったじゃん。何があると思います。何だろう。水着と浴衣がやっぱこの夏のソシャゲの定番の衣装になるわけじゃないですか。なのでそれ以外となると、なんだろうな、難しい。でまあ7月がひまわりと出てるんでしょ。まあ何でも可愛いんですけどね。よし、来ました、いつき。はい、あと四つ葉でコンプ。まあでも可愛いっすよね、やっぱひまわり。こういうなんだろう、普通の私服みたいなやつ僕好きなんで嬉しい。あと四つ葉でコンプです。あと四つ葉でコンプ。すいません、ちょっとおまけがすごい長いかもしれない。言って50年なんで割と長いっすね。おまけじゃないかもしれない。ここまで。かぶりっす。さっき出ましたね。はい、ありがとうございます、いつき。なんか、なんだろ、イベント終わったからそこまで力が入ってないから逆にいいのかもしれないですね。やっぱイベント中だとポイントがでかいじゃないですか。なの力めっちゃ入るんですけど、気楽にでも欲しいみたいな、そんな感じで弾けるので、まあ、あと2回パパッと弾いて終わりにしたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね長い動画になったと思いますけども、はい、まあ、ちょっと久々に、まあ、ガチャ動画ばっかりだったのでね、クエストの動画も撮らせていただいて、まあ本当に完全な雑談ですけども、はい、最後まで見ていただけた方には本当に感謝したいと思います。まあ、このようにね、まあ、ゴトパズも欠かさずやっているので、まあ、これからも動画撮っていきたいと思いますんで、はい、ぜひそちらの方よろしくお願いしますと。あとはそうですね、8月中にね、まあ、なんとか、まあ、ミルダムとかになるかもしれないんですけども、ライブやっていきたいと、やってみたいなと思っているので、まあ、もしやることになったら、Twitter とかでお知らせしたいなと思いますんで、まあ、ぜひ、まあ、僕の Twitter、まあ、概要欄に多分貼ってると思いますんで、
はい、そちらのツイッターのフォローもね、できればしていただきたいなと。あとはやっぱチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、それでは本当に最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。本当にありがとうございます。